しみにした曲で。汗やばいですか？新陳代謝すごいんですよ私。どうでもいいじゃん。次はちょっとアップテンポなので、ぜひ皆さん一緒に盛り上がってくださると嬉しいです。それでは、聴いてください。 Life goes on。最後の曲になります。
ありがとうございます。はい、ちょっとここで告知をさせてください。私はシンガーソングライターのミオンと言います。ツイッターやってるので、ぜひ相互フォローお願いします。そして8月の31日に大須のミッドホールでワンマンライブが決まっています。そこでは私4人兄弟なんですけど、その4人でバンド組んでるんですね。野望は平成のジャクソン5です。そうですね、そこなんですけど、そのバンドだったり、私が通っているスクールの先生がバックバンドについてくださって、最強なバンドでも出演します。ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。そして来週の17日の土曜日には ZEP 名古屋が決まっています。私の出演時間は確か12時半ぐらいだったです。よかったらぜひ遊びに来てください。そしてGOATS の29日にはその J4J の一番下の弟ルート君、中2なんですけど、がちょうど中2病ですね、中2なんですけど、お誕生日でそのクワトロさんでお誕生日ライブをさせていただきます。そちらもぜひ遊びに来てください。弾き語りってできますか？では最後の曲は、ギター一本で歌いたいと思います。ヤマハのミュージックレボリューションという音楽の大会で賞をいただいた曲です。高校に進学するときに離れ離れになってしまった親友のことを思って書いた曲です。それでは聴いてください。雨上がり。
ます。よかったら、よかったらぜひあのフライヤーも配りますので、ぜひあの寄ってってください。皆さん暑い中本当にありがとうございました。シンガーソングライターのミオンでした。